ビクロイの取り方について今回は実況していきたいと思います。ですね、まあビクロイっていうのはいろんな、テニスもそう、テニスはね長い、ほんとテニスってなんであんな長いの、試合1試合やばくない？6時間くらいかけてやるでしょあれ、マジ長い。たまに見るけどな。オッケー。うわー、いるわ。オッケー。球技はやっぱやってて面白いですよね、ボウリングも全部やってて面白い、見てても面白いし、ゴルフはね見てる方が面白いな。うん、やるのはねちょっとしんどい、精神的に。ボクシングも、ボクシングはやってても見てても面白いと思う。いや、ゴルフはね、ハイライトでいいと思うんですよね。長い。だって、あれ、1日で、だいたい優勝する人で、パターと全部合わせて、ショット系が、60回ぐらいしか打たないですよ。2時間かけて、片道。4時間、3時間半ぐらいかけて、60発ぐらいしか打たないんで、正直、見てても長い、歩いてるずっと。ずっと歩いてるよ。ゴルファーは歩きは綺麗ですよね。ゴルフしてる人で歩きが下手くそっていうか見たことない。みんな歩くのうまい、やっぱ美しく、そこもねゴルフの一環として美しく歩くっていうのがね大切なんで。ゴルフ見に行ったことあるけど、歩くの疲れた。そう、ゴルフは疲れますね。オーマイグッネス、ジジイ。ね、一般の人ならあれですからね、ゴルフっていうのはまあほとんどの人がハーフってあるんですけど、ハーフ、9ホール9回穴に入れたら割れてき？違うか。休暇穴に入れたらみんなお食事するんですよ。うん、だからスポーツでね、ご飯を入れながらやるってね、多分ゴルフぐらいかなと思うんですよね。ドライバー1本でやってた。ゴルフのルールは結構難しいっすよ。うん、結構難しい。クリケットも、あ、クリケットも休憩あるんですね。なんかクリケットっていうスポーツあるんですけどね、野球みたいなやつなんですよね。野球とゴルフが重なったような、野球かな、どっちか、ベースボールみたいな感じなんですけど、まあ日本では全然有名ではないですけどね。どこだっけな、インドだっけな、すごいんですよね。何十億円プレイヤーとかいるみたいなんで、うん、もしかしたら野球とかよりもクリケットが合ってるかもしれないですよ皆さん。すごいよな、向こうのチームはすごい。ビクロイの取り方について今回は実況していきたいと思います。ですね、まあビクロイっていうのはやっぱキル数が多ければ多いほど死にやすい、ビクロイが取れないっていう風になってますね。戦えば戦うほどビクロイを取るチャンスが減る。しかしながら、回復をしながら敵を倒して回復ができる環境にいれば、ビクロイのチャンスは広がります。なぜかというと、資材を回収したり、強い武器を回収することができます。上を取られても大丈夫。さあ、どこにいる？敵を。オーマイグッネス、ジジイ。おう、金スカーあったな。
OK。 残り9人。まあ、ああいう風に、上取られても、ああいう風に対応することができます。そして、あとは何が大切かというと、足音。足音を確実に聞いていけば、敵の位置がわかります。なので、皆さん、ヘッドホン、イヤホンは絶対に、フォートナイトをやるときは、つけてください。お願いします。それで足音を聞けるようになったら、あとは、そこにめがけて予測打ちしたり、いろいろな戦い方が待ってるはずです。さあ、詰めましょう。OK! もう着々すげえ !2 つ出たこの人、着々マンだ。やべえ、着々マンがいる。うん、やばすぎー。リッチー当たんない。着々っていうのは、体力フル、アーマーフルなんですけど、15秒かかってしまうと。で、最終戦になると、正直15秒かけて回復する時間がなくなってくるので、できればポーション、そしてミニポ。を持っとくと効率がいいと思います。そしてですね、このアイテムの中でロケランとかスナイパーが出て、どうしても握りたい場合は、ショットガンもしくは、これは、まあ、ポーション系は本当に捨てない方がいいと思うんですけどね。できれば、ショットガンでキルをするような立ち回りをしてほしい。オッケー。ジジー、まあ、ビクロイ取りたいんですけどね。なんか、ああ、なるほどね。やり合ってたんですね。まあ、アンチがここ多分不利になるんで移動します。で、結構ソロモードばっかりやってると、正直プレイスキルっていうのが上がっていかないんで、たまにはね、なんか先ほどやってた 20vs20 とか、いろんなね、敵が多いところを、多いね、モードに行けば、プレイスキルは上がっていきます。はい。下か。下にいんのこれ。あ、いた。Oh my goodness, GG。Oh my goodness! さあ、敵発見しました。で、できればね、周りをキョロキョロしてあげれば、今詰めてきたとか分かってくるようになるんで、周りを見てください。やばい。オッケー。ほう、残り2いましたね。こういう時はもうゴリゴリ相手の視界を妨げていきたいんですよね、できれば。こういう家とかを、さあ来い。危ない。オッケー。オッケー。ラスト。いるね。
ーマイグネス GG 8キロ。初見さん、皆さんチャンネル登録よろしくね。 GG ありがとうございます。 Thank you。チャチャラチャ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 ラチャ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 。